パーフェクトスポルト。人はちゃんと生きていこうとするといろいろな壁があったり苦しんだりする。今の世の中みんな多かれ少なかれその壁を感じていることだろう。どうなるかわからない未来にもあるだろうし、過ぎてきた過去にもあっただろう。企業戦士という言葉がある。戦士のように命がけで働くからだろうか。人は厳しい現実の中でもがむしゃらに働く姿に感動を覚える。 F1 グランプリ、世界の名だたる自動車メーカーが史上最速の車を作り上げ、強靭な肉体を持つドライバーが己の限界で戦う究極のモータースポーツ。そこに完全と立ち向かう日本人たち、トヨタ、ブリヂストン、佐藤拓磨、日本代表が世界の頂点 F1 グランプリに挑む。これは千分の一秒に全てをかける男たちのドキュメンタリーである。去年初めて母国グランプリに臨んだトヨタ。スタンドには2万人のファンと関係者が詰めかけた。初陣の日本グランプリ、結果は8位完走。それが F1 新入生トヨタ精一杯の実力だった。今年はですね、言い訳ができない年だと思います。去年はラーニングイヤー、今年はチャレンジングイヤーというふうに言ってますけども。2年目の今年は挑戦の年。予選は2台ともトップ10入り、決勝は常にポイント獲得と攻めの目標を掲げた。初めてカメラが捉えた世界の巨人の心臓部、ドイツ F1 前線基地の全貌。窮地を救え、日本の匠が動き出す。そして歓喜のグランプリの裏側に完全密着。去年のリベンジ、総力の鈴鹿へ、トヨタが2年目の挑戦に動き出す。富士山の麓に位置する東富士研究所、テストコースを併せ持つ広大な研究施設、立ち入り禁止のトヨタの秘密基地だ。今年の夏、初めてこの研究所に入る撮影許可が下りた。最新鋭の技術と設備、絶え間なく行われる市販車のさまざまなテスト。実はこの研究所で F1 の心臓部であるエンジンの開発が行われている。竹内和夫レースエンジン開発室長、この竹内が国内の F1 開発責任者、今年の重要なキーパーソンだ。竹内は市販車のエンジンを開発、そしてアメリカのカート選手権に参戦したトヨタエンジンの開発を担当。入社以来トヨタアズナンバーワンの信念は揺らぎない。その竹内がトップシークレットの実験室の中に我々を案内する。ごく少数の限られたスタッフしか入れない実験室の奥にトヨタ F1 の秘密がある。その通路には歴代のレースエンジンが飾られている。エンジンっていうのはある日突然できたもんじゃなくて、先輩がいろいろ考えたことが一つ一つの部品に入ってます。でエンジンは違うようですけど、どの部品にも諸先輩の魂とか自分たちが入れてきたものが入ってます。でそれを毎日自分たちで見て、今度は自分たちの番だと、自分たちが考え自分たちが経験したことをエンジンに入れていくんだという、そういう意味合いです。喜びと苦しみ、歴代エンジンにはさまざまな思い入れが詰まっている。我々としてはもうここにある F1 で絶対に勝つんだというつもりでやってます。トヨタのモータースポーツの歴史は長い。世界ラリー選手権への挑戦、ルマン参戦、そしてついに世界最高峰の自動車レースであります F1
へのチャレンジを決断いたしました。2001年にはテストマシン TF101 を発表。エンジン、車体、すべてがトヨタ製。その技術力に注目が集まった。あの東富士では史上最強エンジンの開発が進んでいた。19400、19600、去年のイタリアグランプリ予選、ウィリアムズは BMW エンジンが19000回転を超えたことを発表。世界がその回転数に驚いた。予選ではその強力なエンジンを武器にモントーヤがポールポジションを獲得。 F1 エンジンの馬力は回転数。全チームが超高回転型エンジンの開発に全力を挙げている。実はこの東富士で神の領域とされる夢の2万回転エンジンへ向け先行開発テストが行われていた。我々もですね、イギリスグランプリ以降ですね、もう本当に F1 でトップのエンジンになったと思ってます。で、今日ここで見ていただくね、こういう技術も入れてって、本当にこれからは引き離していく技術っていうんですかね、今まではこうトップになる技術っていうところだったんですけど、引き離していく技術っていうので頑張っていきたいと思います。ドイツ・ケルン。長い歴史を持つこの町にトヨタは F1 チームの拠点を構えた。 TMG ファクトリー、総工費およそ140億円をかけて作られた最新鋭のハイテクファクトリー。トヨタ通り、ケルン市内から車で20分の郊外にトヨタ F1 の前線基地がある。高橋慶三ゼネラルマネージャー、 TMG の車両設計開発部門の責任者、グランプリの最前線で戦う男。高橋のオフィスにはあの東富士の竹内と同じ写真が飾られていた。カート優勝の記念写真。高橋と竹内、実はこの二人窮地の中共に苦労してカートを戦った、いわば戦友。ゼネラルマネージャー高橋の一日は忙しい。目前に控えたドイツグランプリ、さらには最終戦、鈴鹿に向けたミーティングなど、さまざまな会議が続く。When does Mathieu leave to Suzuka, Thomas? Mathieu to Suzuka leaves around in the Hellas. To USR leaves around here. TF103。トヨタは今年このマシンでグランプリを戦う。初年度の経験を生かしたニューマシンだ。やっぱり去年の車がですね、一番我々としても問題だと思ってたのが、ダウンフォースの不足の面でした。で、その面を強化するために去年5月ぐらいから、コンセプトのスタディを始めまして、長い時間かけて、一番いいものを選んだつもりです。したがって今年の車は去年に比べて、圧倒的にいい車に仕上がっているというふうに思ってます。モータースポーツ最高峰の祭典 F1 グランプリは世界200カ国以上で放送され、延べ600億人がテレビで見る。勝てば PR 効果は絶大。しかしリスクも大きい。なぜトヨタは戦いを決意したのか。トヨタの DNA の一つであるチャレンジ魂だと思うんです。この F1 っていうものは完全にチャレンジ精神そのものだと我々は思ってます。で、F1 へのチャレンジと、それからまあ将来ぜひ勝利を挙げたいということで、勝利を通じてですね、トヨタのグローバルブランドイメージをぜひ上げていきたいというのが第一の意義だと思ってます。今年7月、チームのホームグランプリ、ドイツグランプリを目前にドライバーが TMG にやってきた。Hello. オリビエ・パニス、96年
雨のモナコで優勝した経験豊富なフランス人ドライバー。この日はマシンのシート合わせ。絶対にギブアップしない男パニスは自分をそう表現する。絶対にホームグランプリでいい成績を出したい。ドイツグランプリを前に最終確認が進む。そして高橋も様子を見に来た。高橋が話しているもう一人のドライバークリスチアノ・ダマッタ。ダマッタは去年アメリカのカート選手権をトヨタエンジンで戦い年間チャンピオンを獲得。今年 F1 にステップアップしてきたトヨタの秘蔵っ子。TMG の施設は広大、スタッフの移動もこんな感じ。トヨタはまだ F12 年目の若いチーム。大切なホームグランプリを前にスタッフの気持ちを一つにするためドライバーたちがオフィスを訪問。いつもいいエンジンをありがとう。ダマッタの感謝の言葉にスタッフからも自然に笑いがこぼれる。 TMG には世界30カ国から500人を超えるさまざまなスペシャリストが集まっている。ここでの公用語は英語。トヨタはこの多国籍軍でグランプリを戦う。目前に近づいたホームグランプリ、記念撮影で必勝を誓う。そして巨大なトランスポーター3台が TMG を出発。ホッケンハイムへ向かってアウトバーンをひた走る。決戦の地ドイツホッケンハイムリンク、すでにトランスポーターは到着。モーターホームもできている。ガレージではミーティングが開かれていた。トヨタは F12 年生、経験がない分を全員のチームワークで補う。今シーズンはまさに総力戦。開幕戦オーストラリア、パニスがチーム史上最高の予選5番手からスタート。しかしレース中盤に予期せぬマシントラブルでリタイア。ルーキーのダマッタは濡れた路面でスピン。わずか7周でデビューレースを終える。続くマレーシアでもパニスが5位走行中にマシントラブルでコース上にストップ。シーズン前のテストで掴んだ手応えはなかなか結果に結びつかない。What do you think of Toyota's progress so far this year? I think they've made very good progress this year, especially compared to last year. They still need to work on the reliability, though. How about you, Joe? I think if you look at the fact, we've all forgotten it's only their second year in Formula One. And okay, they've got a big budget, but they've done a very good job. 2年目の難しさ、その打開策は独特なものだった。フェラーリ在籍経験も持つエンジニア、ルカ・マルモリーニがその変化を語る。I think that the Toyota challenge is something unique because we started all together with the support of Toyota on building the complete car and designing and developing car and engine under the same roof. I think it gives a most unique opportunity of developing a funding performance.一つ屋根の下で進む共同開発。日本のトヨタとの人材交流も盛んになった。甲斐正幸、TMG でサスペンションの部品の設計を担当。去年、市販車の世界からやってきた若手エンジニアは、F1 の凄さを目の当たりにしていた。私が今までいた市販車の設計ですと、どうしても大きい部品だと、2ヶ月とか1ヶ月ぐらい平気でかかってしまうんですけれど、こちらですともう本当に
今日やれって言われて今晩中に試作して明日、下の工作場で作ってもらってその日の午後にはトラックに持っていくでテストするっていうようなことがあるんで、まあちょっと市販車をやっていた自分にとってはそこいら辺は非常に、驚きました。雨で大荒れのレースとなったブラジルグランプリ、カイの設計したサスペンションの部品が初めて実戦投入された。パニスはクラッシュに巻き込まれ序盤でリタイア、ダマッタは粘って10位完走、それがカイのデビューレース。いやもう素直に嬉しかったですね。自分の部品が少しでもそのトヨタの F1 に、貢献できたという、まあ、証のようなものが取れたんで。今最高のモチベーションで仕事ができるのは妻のおかげ。海が待ち望んだ F1 の世界への扉は妻の一押しが必要だった。夫の TMG 赴任が決まった時、マリコさんは大学院生として博士論文を仕上げる真っ最中、さらに病院で心理師としても働くなど多忙な日々を送っていた。悩んだ末それら全てを中断して今年3月ドイツにやってきた。なかなかこう自分の好きなことを仕事にできる人っていうのもすごくないと思うので、それをこう今実現できている彼をまあこれからも応援していきたいと思っています。彼を通してその彼が仕事をしている F1 は私にとってやっぱ誇りですね、はい。結果が出ない今シーズン、開幕からの4戦でまだ1ポイントも取れない。サーキットには奥田会長が激励に来た。今のチーム状態というのはどのように、お考えですか。まあ、別に失望感だとかそういうのじゃなくてですね、予定通りやっぱり動いてるなという感じでね。だからこれからどんどん良くなっていくんじゃないかと思いますよね。その予想は早くも当たる。ラルフ・シューマッハの後ろからプレッシャーをかけ続けるトヨタのマシンはクリッシャーの黙ったルーキー。実はこのグランプリからニューエンジンを投入、低迷するチームの窮地を救えと日本のトヨタの匠たちがスペシャルパーツを製作、ドイツの TMG に送っていた。明治工場は市販車のパーツを量産する鋳造工場。壁には男たちの熱い F1 への思いが掲げられている。世界ナンバーワンの技能集団で目指せ栄光のゴール。構えて、今日も一日安全作業でいこう。よし。歴代の技能オリンピックの金メダリスト、このトヨタの匠たちがニューエンジンのシリンダーヘッドを削り出した。最高の技能を持った男たちが F1 のためにこの工場に集結しているのだ。100分の1ミリまで削り出す卓越した匠の技。この手作業で削り出したパーツを組み合わせて複雑な F1 エンジンの型を作り出す。軽量、高出力、高回転の F1 エンジンは極限まで精度が求められる。どんどん複雑になってきて、どんどん要求は高くなってます。最初の時よりもやっぱり2回目の方が、2回目よりも3回目の方が、どんどんバージョンアップしていると思います。さらに高いレベルをやろうじゃないかということで、精度なんかはもう突き詰めるところまではやってます。匠が作った鋳型に720度の熱で溶解したアルミニウムを流し込む。明治工場独自の製法で鋳造された F1 のシリンダーヘッド。匠の技と量産工場の職人たちが魂を込めて作り上げた超一級の作品。出来上がったパーツは本社工場に運び込まれ、さらに加工、検査される。エンジンを高回転で回すために鏡のようにピカピカに磨き上げる。日本の匠が作ったニューコンのパーツが組み込まれたニューエンジン、
ドイツと日本の共同作業が今年初めて結果を出した。本当ね、初ポイントも嬉しいし、今日2台とも本当トップクラスと同じ速さを証明できたってことは非常に嬉しいです。日本とドイツ、その絆がまた一段と強まった。 F1 の世界は日進月歩、開発の停滞は敗北を意味する。7月のイギリスグランプリを前にトヨタはさらにマシンを進化させた。ニューマシンと言っていいほどの変化、シーズン前半の車体と比べると明らかに違う。前代未聞の侵入者が現れたイギリスグランプリ、予期せぬ出来事に各チームは大混乱。しかしトヨタは冷静に対処した。なんとトヨタ F1 史上初めてワンツー体制を築いてのレースとなっています。予期せぬ出来事があったとはいえ、ダマッタは17周にわたってトップを走った。前線フランスに続き、トヨタは連続でポイント獲得、波に乗る。イギリスグランプリでエンジンもバージョン3に進化していた。 TMG エンジン開発部門の責任者の一人が山村豪だ。山村は4年前に F1 プロジェクトが始まってすぐ、トヨタ自動車から TMG に送り込まれた数少ない日本人スタッフの一人。エンジン部門のゼネラルマネージャールカ・マルモリーニの右腕として開発に情熱をかけている。山村はトヨタ自動車でスポーツカーのエンジンを設計、その高い能力を買われて TMG に送り込まれた。しかし待ち受けていたのは厳しい現実。トヨタで係長だった山村が平社員扱いからのスタート。TMG の方針が F1 経験者を中心に据え、その下に未経験者を配置するものだったからだ。まあ、寝れない夜も幾晩かありましたけども、まあそれも言っててもしょうがないんで、見る人が見れば分かるはずだと。でこれはみんなには受け入れられないかもしれないけど、少なくても俺自身は自分を評価していると、そういうのが最後の砦だったですね。まあ厳しいけれども、まあ後で振り返って日本にいたらなかなかできない、本当に極限の中でダイレクトな競争できると、そういう中でエンジニアとして その一生の中でのあるターニングポイントを見つけられるんじゃないかと思うんで、そのつもりでやれとはいつも言ってますけどね。現在山村は専用の個室を持つマネージャーとして働いている。4年かかっていわゆる平から課長にまで昇格した。名だたる F1 チーム出身の経験者から確実に信頼を勝ち取り、今や TMG エンジン部門160人を率いるトップ7の一人。無我夢中の4年間だったと振り返る山村が今一番思うことは、自分の足跡を何としても残したいと、 F1 の中にですね。さまざまな思いが詰まったホームグランプリ、絶対にいい結果を出す全てのスタッフの思いは一つ。実は第9戦ヨーロッパグランプリでトヨタは惨敗。 TMG から車でわずか40分のサーキットには関係者が詰めかけたが、結果は2台ともリタイア。それだけに今回は気合が入っていた。ガレージの中はすでに臨戦態勢。限られた時間の中で最後の調整が進む。黙ったも準備 OK。 予選初日は15番手に沈んだが気合十分、手応えはある。一方 TMG のカフェテリアでも留守を預かるスタッフがテレビ観戦。真剣な表情で戦況を見守る。スタッフの気持ちは一つだ。その中に若い日本人エンジニアがいた。こちらも TMG に来て1年目の江原志向29歳、エンジンの実験を担当している。これほど関わってる人が楽しめるスポーツもないなと。F1 の場合って実際にドライブするのはチームで2人しかいなくって、その周りでは車を整備したりするっていうレースチームがあったりする。で
どっちかっていうとそこからちょっと離れた開発してる人間がすごく楽しめる。じゃあ実際ここで何年かやって、じゃあ市販に戻りなさいって言われた時に、じゃあ自分が戻れるかなっていうぐらい今ここにいることが嬉しいです。どのぐらいすごいかって言われると、帰れって言われたら、じゃあ会社辞めてでも他のチームに行くっていうぐらい嬉しいですね。そして黙ったがピットアウト、期待の予選が始まった。最終コーナーを駆け抜け、なんとかフィニッシュ、暫定ながらトップに立つ。危うくコースアウトしそうになったマシンをゴールまで導いた。ガレージの裏では高橋らがレースの戦況を見守っていた。走行中のマシンから送られてくるデータをもとに、マシンの状態をコンピューターで解析。トヨタのマシンには110種類のセンサーがついている。スピード、エンジンの回転数、アクセル回路、ブレーキの状態、ギアなどの情報をリアルタイムで収集。その情報を分析して決勝のレースの戦略に役立てる。そしてパニスがアタック、鬼神の走りを見せる。暫定トップは同僚の黙った、そのタイムを上回る。今日はいけそうだ。 TMG のスタッフも力が入る。そして注目のタイムは、見事トップタイムをマーク。この時点で暫定ながらトヨタワンツー体制だ。予想通りのいい展開、あとはライバルチームの動向が気になる。そして王者シューマッハがアタック。ドイツグランプリ予選はパニス7位、黙った9位で終えた。予想通りの予選の結果です。そうですね、狙ったところがトップ102台ということなんで、そういう意味からいくと、7位と9位ということで、非常に結果的には良かったと思います。明日はどんな戦いになりそうですかね。明日はね、すごく暑くなると思うんで、暑くなれば我々に有利になると思いますから、やっぱり2台揃ってポイント取りたいですね。予選後すぐに作戦会議が行われた。暑さでタイヤが持たないのだ。As Olivier said, right after the first lap, the biggest problem immediately becomes the rear. A little bit unstable, braking and entry, and also losing quite a bit on traction. The car was packed. ドライバーからの情報は重要。この症状にすぐに検討、対応しなければならない。ケルンの TMG とも衛星回線を結んで作戦会議は進む。 F1 は高度に洗練された情報戦でもあるのだ。ガレージ前ではピットストップの練習が行われていた。この様子を見守るのがトヨタ流時間短縮の達人、秋岡俊彦だ。手には愛用のストップウォッチ。F1 のピットストップでは短い時間でタイヤ交換と給油を終えなければならない。しかしピットストップにはまだまだ改善の余地がある。そこに TTS と呼ばれる作業の無駄を省く、トヨタ独自のやり方を伝授するのが秋岡の役目だ。あんまり僕は考えないようにしてるんです、見てるときは。ぼーっと見てると案外逆にいろんなものが見えてくるんですから、例えば音だとか、だからその僕らホイールガンって言いますけど、タイヤ締め付けのガンの音が4つ聞こえるはずなんですね。それが4つバラバラに聞こえるということは、みんながバラバラに仕事せざるを得ない状況になっているということは、こうぼーっと見ながらその音が1つの音に聞こえるかどうかとか。
ベンジの決戦、ホッケンハイムは雲一つない快晴。サーキットにはあのカイ夫婦が応援に来ていた。やっぱり気になるのはライバルチームのサスペンション。つい奥さんのマリコさんにも細かく説明。そして TMG で予選を見ていた江原も夏休みを利用してやってきた父親と観戦に来た。せめて今年はルノに勝とうねっていう目標があった。で今年の頭からルノは結構早かったから、やっと最近になって追いついたから。自分が作ったマシンを見てほしい。江原は父親をドイツに呼んだ。その父親が初めて息子へエールを送る。どこで暮らしてもね、自分をやっぱり生かしきれるところで生きるということが一番いいのかなと。そのためには親子が、家族がね、世界に散ってもやっぱり家族の絆っていうのはつながってるでしょうし、やっぱりそこで頑張りきれるということが一番大事じゃないかなと思いますね。誇りに思ってます。よろしくお願いします。そしてモーターホームでも意識されているメーカーってありますか？ですね、やっぱりその大変今頑張ってるBMW とかですね、フェラーリとか、それからベンツだとか、こういったところはなんか強いなと、しかしいつの日かと、こういう感じで見ておりますけどね。役者は揃った。リベンジのホームグランプリ、気温35度灼熱の決戦。しかしトヨタは熱対策万全のマシンを用意。期待と不安、 TMG 会長の富田もスタートが待ち遠しい。8月3日ドイツホッケンハイム F1 第12戦ドイツグランプリ、今スタート。スタートわずか5秒で3台がクラッシュ。5台が1周目にして姿を消す波乱の幕開け。間一髪でクラッシュを避けたトヨタの2台はレース序盤を7位と8位で走行。ジャガーのマーク・ウェーバーを2台で追いかける展開。15周目、まずパニスが1回目のピットイン。6秒7、ミスはない。黙ったは前を行くジャガーのウェバーをついに捉えた。6番手に順位を上げる。その黙ったが1回目のピットイン。高橋もタイムが気になる。6秒後、早い。パニスを上回る好タイム。今日はいけるかもしれない。高橋、秋岡も手応えをつかみ始めていた。2回のピットストップを終え、トヨタの2台は6位7位をキープ。秋岡が飛び込んできた。給油装置のトラブルでガソリンが予定量入ったかどうかの確認が取れない。不安要素を抱えながらもトヨタの2台は順調に走行を重ね、順位も1つずつ上がって5位と6位。このまま行ってくれれば。ファイナルラップ、あとはゴールを待つだけ。オリビエ・パニス5位、クリスチャーノ・ダマッタ6位、トヨタ初のダブル入賞。この2年で最高の成績。おめでとうございます。そうですね、目標としてた2台ポイントゲットがやれたんで本当に嬉しいです。そうですね、1回給油装置がちょっとトラブって、ほんでドタバタ走っとったんですけど、なんとか生き延びました。リベンジのホームグランプリは歓喜のダブル入賞。しかしここでとどまるわけにはいかない。
決勝翌日、すでにケルンの TMG に戻されていたマシンには激しかったレースの痕跡が刻まれていた。エンジンチェックに来た山村マネージャーの目にまず飛び込んできたのはレース中に吹き飛んだ排気口の傷跡。これは結果を出した車のいわば勲章だった。ドイツグランプリの好結果を受けて東富士研究所では実験開発に一層熱が入っていた。この時すでに日本グランプリに投入される切り札とも言うべき極秘プロジェクトが進められていたのだ。ドイツの TMG からもエンジニアたちが駆けつけ、共同で秘密兵器の開発が進む。ローンチコントロール、クラッチ操作や駆動力を自動制御して最適な発進、加速をもたらすスタートシステム。このシステムの飛躍的な性能向上を竹内たちは目指していた。ドイツグランプリのベストラップはパニスが3位、ダマッタ5位、すでにトヨタは速さでトップチームに追いついていた。このローンチコントロールでロケットスタートをかけ勝負に出る作戦。トヨタはスタートの出来不出来に大きな波があるという問題を抱えていた。ビッグ3の一角を崩し、さらに表彰台を狙うにはスタート時に確実に順位を上げることが必要不可欠の条件なのである。F1 マシンのステアリングにはスタート時に使うローンチコントロールボタンがある。全てのチームが採用しているこのシステム、ドライバーはこのボタンを押し続けてスタートを待つ。そしてボタンを離した瞬間に車は一気に前へ出るのだ。今回はステアリングがないので、こちらのスイッチをローンチコントロールボタンとしてシミュレーションを行います。それではエンジンの始動をお願いします。暖気運転が始まった。エンジンの回転数が市販車のレッドゾーンに近い7000回転あたりで保たれる。暖気運転が終了。この装置はエンジン以外は全てバーチャル、世界で唯一と言ってもいいトヨタ自慢のシステムだ。で今からギアを一速に入れます。はい、で今ボタンを押してスタートの待機状態になりました。スロットル全開お願いします。全開。はい、じゃあスタートボタンを押して今スタートします。スタート待機から発進、そして一気に加速までを何度も繰り返す。ここでのデータ収集、分析、改善に日本グランプリでのチームの明暗が左右されると言ってもいい。期待度っていうのはどんな？期待度、非常に高いとしか言いようがないんですけれども、これをもとに鈴鹿に向かって煮詰めて、いいスタート切れるように頑張りたいと思います。竹内和雄がこの日行われるイタリアグランプリ決勝に向けて落ち着かない時間を過ごしていた。開発を進めていたローンチコントロールが第一弾としてこのレースで投入される。だからものすごいプレッシャーですよね。で、初めて今日使うもんで非常に心配ですよね。これでもまずいですね。ちょっとだんだん速くなってきました。出張も多く、仕事一筋な竹内家の主、家族も慣れっこになっている。普段、テレビ中継が始まり、竹内の目つきが変わった。
との直接対決。栄光をかけた F1 対決予選、イタリアグランプリ。いいじゃん。いい。ああ飛んだ。でも すごいいいよ。いい。でも嫌だね。スタートいい。1,2,3,4,5 いいじゃん、6位じゃん、6位じゃん、いいいい、グーです、スタートグーです。9番グリッドのパニスは素晴らしいスタートを切った。3台を抜いて6番手に順位を上げた。終わったじゃん。だって9スタートか10スタートか9スタート3台で抜くか。ここまで12位走行中の黙った。ああ、黙った。倒れた。でも、ここまで来とったもんね。ねえ。なんだ、バーストか？バーストじゃねえ。こっち。感染中の竹内は頻繁に場所を変える。テレビを見、さらにインターネットで刻々と変わるレース状況をチェック、ノートに書き留めていく。竹内が動けば家族も移動。もしもし、ローンチコントロールの開発担当者中野がレース会場に行っていた。ローンチよかったね。いや、こっち緊張して見てたよ、ローンチ。あれ、3台ぐらい抜いて、3台ぐらい抜いたのね。しかし、パニスも35周でリタイア。でも、オンサーいけると思ったんだからな。距離をですね、走らなければどうにもならないんですからね。はい、終始守りきってのトップチェックになりますね。そうですね。まあ、ホンダにしても、ジャガーについてもね、きちっと走ったということで、まあ、当面のライバルですよね。ちゃんとポイント取ってるもんで、まあ、早く走ることも大切だけど、きちっと走らなくちゃいけないなっていうのを強く思ったのと、はい、第一弾としては良かったと。まだ鈴鹿に向けてね、まだまだやりますよ、うん。エンジンの開発に心血を注ぐ竹内には心強い後輩がいた。永井洋次、タッグを組んだ8年、カートの時代から苦楽を共にしてきた仲間だ。自分たちのアイデアがどこまで通用するのか、そのチャレンジと違いが非常にあるところが F1 だと思ってますね。日本グランプリに投入されるマシン、鈴鹿スペシャル。その切り札の一つ、ローンチコントロールが最終仕上げの段階を迎えていた。イタリアから戻った中野を囲んで詰めの作業が続く。ちょっと攻められるな。じゃあやっぱバイディング攻めるポイントを攻めるとやっぱり速くなるんだ。なります。なるんだ。俺は素晴らしいと思うよ。満足いく結果。あ、すごいですよ。彼の考えたストラテジーをここでやっぱ再現できてて、あとはそれを詰める、それでじゃあ間違ってないと、あとチューニングしていけばもうどんどん速くなるというデータをこれ示してるんですよね。だからこれをいかにレースに入ってくれると一番嬉しいんですけど。ランチコントロールどこを目指すか。ですね、やはりクラッチの特性をその安定的に出すっていうことが非常に難しいですね。今回そのために、まあ、30回以上のクラッチをつなぐ実験とかやって、やっと満足したそのマップっていうのを得られましたので。ローンチコントロールボタンを離すとクラッチが徐々につながり、エンジン回転数と交わるところで完全につながる。このポイントのばらつきをなくし、いかに速いタイミングで安定させるか。タイム的にはですね、まあ、10分の1秒台のばらつきから、まあ、100分の1秒台のばらつき、まで、はい、安定させることができました。かなり自信ありっていう。そうですね、自信、はい、あります。日本グランプリを目前に控えて、東富士研究所の動きが慌ただしさを増してきた。鈴鹿サーキットを今シーズンの最終型エンジンバージョン5、そして
開発したロンチコントロールで走らせる。スタートから各コーナー、試験の立ち上がりに至るまで鈴鹿がリアルに再現されている。そうですね、この辺は。エンジンに火が入った。今スタート。竹内たちの見つめる先には鈴鹿を一気に駆け抜ける TF103 の勇姿が輝いているに違いない。やっぱり F1 って 99% の苦労と 1% の喜びですよね、勝ったら泣くでしょうね、最強のエンジンでですね、圧倒的にね、離して戦うものが自分にとってのF1ですね。10月12日、竹内和雄と高橋圭三たちの熱き思いがこの鈴鹿で一つになる。F1 第13戦ハンガリーグランプリ、王者ミハエル・シューマッハは惨敗、屈辱の8位に終わり、タイヤを見た。この5戦、シューマッハに勝ち星なし、由々しき事態だった。一人の日本人が顔を曇らせていた。フェラーリにタイヤを供給するブリヂストンのタイヤエンジニアだった。ライバル、ミシュランのタイヤをじっと観察。思いは複雑。お疲れ様でした。いかがですか。ちょっとがっくりですか。ずっとミシュランタイヤ見てらっしゃいましたけど。そうですね、やっぱ勝ったタイヤはよく見とかないといけない。自分のタイヤもよく見て。次回イタリアは。そうですね、今度はテストある、リベンジしたいです。はい、笑顔でリベンジを誓う。東京小平市、ブリヂストン小平技術センター。食堂では F1 が終わった水曜日にダイジェストが流れる。ハンガリーで負けた後、彼は東京に戻り、そのまま出社。年間16戦、世界を股にかけた生活を続けている。一見どこにでもいるサラリーマン、その一方でこの人物は世界を相手に戦う男。モータースポーツ活動の中での F1、まあ、どのスポーツ、カテゴリーでも同じなんですが、やはり勝たなければやはり意味がないと。で、まあ、そういうその F1 を通じてのそういうモータースポーツ活動で勝てる技術を作って、ブランドを上げ、そして技術力を上げていくと、まあ、これが重要というふうに思っています。浜島博秀50歳、ブリヂストンモータースポーツタイヤ開発部長。宅急便で空港に送ってあります。はい、旅慣れてる感じですか。そんなことないですよ。一昨年愛妻を病気で亡くし、高校生の娘と中学生の息子の3人暮らし。自分では去年勝てたのは あいつのおかげかなと。今年は実力で勝たないといけないんで。この道20年余り、浜島にとって去年は再スタートの年だった。去年はちょうど1年いなくなって1年の時だから、まあ見ててくれたのかなというふうに思ってるんですけど、はい。今日も子供たちを置いて海外出張。
部長といえど成田までの足は電車だ。そうですね、今日なんかはちょうど2人とも起きてたんで、行ってきますよということで、彼らも勝負が厳しいこと知ってるんで勝ってきてねということで言ってましたから、はい、山手線に揺られる彼こそ日本で一番シューマッハに近い男。確かに仕事の面ではそういったロボット的なとこありますけど、まあ、でも彼は人間的には非常に、細やかですし、チームのメカニック、それから我々タイヤのエンジニア、またフィッターに至るまでですね、勝ったり良かった時は喜びを表しに来てくれるんで、そういう面では非常に人間的だというふうに思います。I'm in great admiration to Hamashima because he's a fantastic person. He's a big pusher. I mean, he's a big worker, and he's very loyal. I mean, he's just very nice, and I really like him very much, as much as a person, plus as much as his competitive situation. How much he works and how clever he basically is, though.European and Japanese mentality is different, but I think over the years we have joined much more together. 9月4日、イタリア・モンザ。1ヶ月間禁止されていた F1 合同テストが解禁。フェラーリとブリヂストンは並々ならぬ決意でテストに臨んだ。今シーズンも残り3戦、本拠地イタリア。負けられないシューマッハは自家用ジェットで到着。 Do you think the nightmare of the last two races it should be in the back? Yeah. Or, But race is race, so we have to recognize our weak point. So it is important for the race. So the, how quick to analyze our weak point is most important thingTo attack again. 今シーズンここまでブリヂストン6勝、ミシュラン7勝、タイヤ戦争はまさに天王山。ブリヂストンがテストに持ち込んだタイヤは20種類を超える2000本。勝つためのタイヤ選びが始まった。まずはブリヂストンサイドのミーティング。今シーズン最大のテスト、いつものレースよりも多い技術スタッフ、はい、リーダー浜島のニックネームはハミー。うん、あ、わかりました。お尻は切れてます。だからはいはい、すいません、よろしくお願いします。どちらからですか？東京からですか？東京から。明日生産調整明日の結果でそのタイヤをね、作んなきゃいけないかもしれないんで、はい、工場と今調整してもらってます、例えば明日走って、午前中であれば、東京時間の午後7時30分まで走行ですから、その時点で急いで電話して入れれば、金曜日の3直って言って、夜の直ですね、夜中の0時から次の日の朝の8時。工場の向かい方っていうのは朝8時から、はい、午後4時、それから午後4時から、夜中の12時、それから12時から次の朝の8時、この3つのシフトで動くんですよ、基本的にね。でそうすると金曜日、土日はお休みですから、金曜日の夕方に連絡してあげれば、その最後の金曜、はい、ウィークエンドの最後の直で、テストのタイヤをもう一回、レースのタイヤをですね、もう一回決め直すことができるということで、できるだけ早めに連絡して、変更するものは早く変更するというのを、電話で調整してると。さあテストだと思ったら天気は雨。シューマッハも天気談義。重要なテストだ。テストドライバーも参加。シューミーがハミーを呼ぶ。Yes.
compress and then it's very hard. For me, this always modulate when you move. Uh-huh. You start change the muscle. Yes. The muscle can move in the air back. Ah, I see. Like Luca, he is not sensitive. He don't need nothing. He has directly the structure. I see. Ah. Depends on driving style. It depends on body shape. Sensitivity. Yes. Sekenbanashi. Luca have bone, not many muscles. So I see. 山手線に乗ってやってきたサラリーマンが世界一のドライバーと対等に話している。午後、空は晴れ、いよいよテスト開始。ルカが行く、バリチェロも飛び出す。そしてシューマッハ、一周でも多く走りデータを取りたい。しかしトラブル発生。バリチェロエンジンブロー。 What happened? You know? No, something broke.マシンはタイヤとエンジンで進むもの。片方が壊れてはタイヤテストどころではない。能率よくテストが進んでほしいのに。左の指に浜島の気持ち。何度もピットインを繰り返し、さまざまな種類のタイヤを試す。フェラーリの思惑とブリヂストンの思惑が一致するその一点に向けて、浜島は仕事を続ける。帰ってきたタイヤの発熱の具合、摩耗の度合いを入念にチェック。その姿はまるで我が子を見守るかのよう。その一方で、シューマッハの影武者が辛辣なコメント。Like this. Ah, yes. I turn. It's like if I have a punch.